こんにちは、こんばんは、青ゲームです。ということで今回なんですけども、ちょっとね急遽本当に動画回しております。で5時にですね、17時ですかね、9月26日たった1時間ほど前なんですけども、公式から新たな情報が公開されました。でその中でですね、ちょっとおーって思うものがあったので、ちょっとね今回ね語っていきたいなと思います。んでどこで公開されたかというと、ドラケのねツイッターです。あ、 X ですね、 X ね。でドラゴンクエスト宣伝担当というツイッターがあるんですけど、僕ね、まあ皆さんね、これいろんなことをねドラケの更新してるんで、ここねちょっとフォローしてるといいかなと思います。んで、何が公開されたかというと、ドラゴンクエストモンスターズ3の、魔族の王子とエルフの旅というのが、ね、12月1日発売なんですよ。で体験版がちょっと来てまして、16日ぐらいからかな、来てて結構話題になってるんですよ。で結構遊べるんですよね。でもうやり込みもできるみたいな、ちょっと遊べるんですけど、まあちょっとそれは置いといてもらって、ですね、本日はですね、これまでに謎に包まれたピサロの生い立ちや、モンスターズ3に登場する重要人物ということで、この重要人物の話が結構ちょっとねすごいのが出てきたんですよ。ちょっと興奮してしまったんですけど、でこれはですね、本編をですね、ドラゴンクエスト4のもう一つの可能性を描いたアナザーストーリーということで、まあまあちょっとねもう見ていきましょう。ちょっとびっくりするのがいるんですよ。でいろんなものが分かったので、ちょっとね語りながらやっていきましょう。でですね、ツイッター5時ですよ、ほんと1時間前なので。ちょっとでですね、これが何ですか。まずはローザル、かわいいですね。もう完全メスですねね、あなたが世話になっている村の中から、それを私の名前なかったんだね、ロザリーっていうのね、なかったんですね。もう完全に惚れてますよねこれね。それ若干目が離れてるのが、若干もうちょっとキュッていった方と全然ちょっと違うと、まあまあそれはいいでしょう。でこれはいいんですけども、ここです問題が。で勇者と出会う時には天空の剣も持ってるんだよね。でこれどこになるんだろう、わからない、ごめん、どこだと思うみんな。まあとにかく会うということで、もう全空の装備、一式装備してるんで、この背中のこれなんだろう、天空の盾なのかな。でまあアナザーストーリーということで、共闘するのかしないのかっていうとか、まあ気になるところではありますよね。でこちら来ましたね、エブリブリースト来ましたね。でこれがなんかなんちゃらか、なんだっけな、体験版出てくるっけ、出てきましたっけなんちゃらかんちゃらみたいなことなんちゃらかんちゃらでしょうか、出てきたと思います、はい、多分ね。まあまあこれはまあいいでしょう。でなんだこいつ、ドラゴンの子供で、フォーだから、これドラゴン、天空城にいたあれですか、あのドラゴンになるんですか、ちょっとわかんないんですけど、まあまあこんな感じのドラゴンが出ると、まあここまではまあいいんですよ。こっからなんですね。で次なんですが、これでいいのかな、2分の何とか出てると思うんだ、これですね。でこれちょっと見て、皆さん思いません、これで良かったと思いませんね、思いません。ちょっとね体験版やって思ったんですけど、もうね結構青年なんですよ。でモンスターズってテリーのワンダーランドもそうなんですけども、子供がちょっとメインっぽいので、なんかこれぐらいで良かったなって正直思う。ちょっとでかあ、でお母さんが初めています。でモンスターがいて、これで初めて分かります。顔が出てくるんだよね。顔って出てなかったと思うんですよ。エアダイム苦しむピサロの腹ということで、ミオーレさんですか。でですね、ピサロを産み育った人間の女性ということで、人間界にの町に住むも山に伏せていたということで、これロザリヒルでなのかな、ちょっと分かんないんですけど、多分そうなのかな、ちょっと分かりませんが、まあこんな感じで、まあここら辺はいいです。まだまだ新情報。さあ来ましたということで、そう来ましたね。絶対的王者で、ランデル王、ランデルオル。ランディオルか。ランディオルって聞いたことない。ちょっとどうですか皆さん。顔見てください。上の方まで見ると、若干、ひげ生えてるね。もうほぼ分かってるね。ピサロの父あり、宿敵でもある魔界の王ということで、この渦の中にあった魔界を圧倒的な力とカリスマ性で初めて統一し、長きにわたって、覇王として君臨しているらしいです。はい。らしいです。それぐらいすごいらしい。でもなんかこいつになんか奪われたんで、戦うことを奪われてなんかされたということで、まあまあ多分僕が思うには、やっぱちょっと素質があって怖くなったんじゃないのかなみたいな、多分そんな感じかなって思います。まあまあここはまあこれも新情報だね。めちゃめちゃ、まあ、ラスボスになること間違いないのかなと思います。まあまあでここまでです。ここまで、ここからです。いろんなものが、もうちょっといきます。ここからがちょっと熱い、皆さんちょっと待ってくださいよ。でここまで知られる魔界の将軍ということで、リオロスさんですか。あ、三宅健太さんですか。まあまあまあ強いんでしょう、間違いないでしょう、声優さんから分かる強さがまあまあまあ、暴将ディオロス、ランデル大帝の長男ということで、分かりましたか皆さん。なんとですね、兄が存在することが分かりました。もう見た目全然違えじゃねえかよっていうことで、おい
豪話でその名を届けて魔界の将軍だそうです。まあまあ父をもしのぐと噂されているということで、まあなんかもうこの絵見てわからない、ああ鳥山さんだって感じ。ドラクエっぽい、やっぱね、ドラクエのキャラクターっていいよね、やっぱこの感じ。あのね、ほんとなんか、ああ鳥山先生帰ってきたなっていう感じ、めちゃめちゃいいよねこれね。ね、ここです、来ました、マスタードラゴンね。まあ、無能がいえ、こいつが全部の原因じゃないかなと言われている、ね、人でもあるんですけども、ぐるぐる回って20年とかいろいろありますわ、過去にね。まあ、過去じゃ未来か。いろいろあるんですけども、マスタードラゴンも出てくると。まあまあ、いずれ使うこともあるのかなと。で、これがいるということで、まあ、天空城に行くこと間違いないと。で、この次、来ました。今回、ね、ここなんですよ。皆さん、これなんだかわかります？ホイミンが出るんですよ。人間にあるんですよね。魔界に出会うですね、少年なんですよ。とある恩人の災害を夢見て旅を続けるということで、異元は違う姿だったらしいということで、皆さんご存知の通り、ドラクエには、一章でライアンいますよね。ライアンの仲間となってホイミンって出てくるじゃないですか。ね、皆さん覚えてると思いますけども。で、ホイミンと出てきて、まあ一応ね、ピサの手先みたいなやつと戦って終わるんですよ、一章。で、4章で出てくるときに、4章か5章かな。マーニャがなんだかんだで囚われてる5章とか覚えてないんですけど、そこで人間のになったホイミンが登場するんですよ。覚えてます、皆さん。で、多分それがこれだと思うんですよ。この子だと思うんです。めちゃくちゃ可愛いじゃねえか、ここにあると思うんですけど。性別どっちなんだろうね。女の子かな。で、僕ね、今回探してるってなんかそういうエピソードあったかなと思って、ちょっと今調べてきたんですね。で、調べてきたら、ですね、これね、ちょっと僕が見たわけじゃないんで、ちょっとネットでね、ちょっと調べた結果で喋るんで、まあ多分合ってると思うんですけど、もし間違ったらごめんなさい。で、これ、ドラクエ4が発売された後に、知られざる伝説という本が発売されているんですよ。で、そこの内容をちょっと読むんですけども、一章終わった後のから、しばらく2人で旅を続けていたが、旅の途中 でホイミンがライアンをかばってメラミを配って亡くなったそうなんですよ。で、ライアンの涙を流しながらホイミンを、埋葬するとの、その後にここでね、ホイミンの魂が神様と出会い、下界で死んだばかりの人間がいる、お前が望めばその人間に生まれ変わることができる、どうするかねということで持ちかけるんですよ。なんですけども、このホイミンはですね、人間になりたいですが、他人を押しのけてまでなりたくありません。あなたに魂をの自由にできる力があるなら、彼を生き返らせてくださいと断るんですよ。その答えを聞いて神様はですね、ホイミンは他人をもう優しい心を認め、人間として生まれ変わらせたっていうのが、このね、後に発売されたこのね、知らざる伝説という、これ公式なんだろうね、本であるんですよ。なのでそれらしいですおい、ちょっとライアン、もうこれメインじゃんと思うよ。これメインじゃないですか、もうこれじゃん。あのピサロね、いろいろね、好き嫌いは嫌いにしているじゃないですかね。おい、ふざけんじゃねえよってね、幼馴染殺されてとかいろいろあると思うんですよ。本当なんですよ。あのね、僕聞いたことあるんですけど、あのリメイク版の6章はピサロ嫌いだからやらねえっていう人実際ほんといるんですよ。いるぐらい嫌いなんですけど、これ見てください。これがこの子がライアンと出会う世界線、これだけでもう良くないですか。もうこれだけで買う価値ありませんか皆さん。もうこれだけでいいでしょう。買いましょう皆さん。これはドラクエファンだったら見たいでしょ。で、やっぱなんだろう、この声優さん名前知らないですよね、高野さん。わからないんですよね。まあでも確実に女の人だと思うんですよ、名前的に多分。なので女の子なら、これがね、この子がライアンと会う物語、そしてライアンに僕だよ、ホイミンだよって言うのかを、もうそれだけで1万円出せるでしょというね、ことも、それがダメで動画出ました。で、神出鬼没謎の少年という、これ、龍のということで、このね、またね、なんだろう、もうドラゴンボール的な感じ、これね、いいよね、これね。旅の途中でミステリアスの美少年ということで、不思議な歌を読みながら神出鬼没に現れると。どうやらピサラのことよく知っているようだが、まあ多分下手したこれ兄弟とか妹なのかな、ちょっとわからない、妹じゃないけどなのかなと思っております。そしてまだちょっとあるんですが、こちらがですね、私のためにこの塔ということで、まあちょっとなんだろう、体験版見る限りここがちょっと少しなんだろう、少しですけどなんかちっちゃい、なんだボロいような気がしません。なんかここなんかあったのかな。で、ここあれだよね、なんかフルートかなんかなんだっけ、なんか吹くんだよね、なんかありました、そんな気がします。はい、あったよね。でですね、人間界に変化という、変化の杖という姿を変えることができる秘宝があるそうです。これなんだろうね、何に使う、わざわざこれを、デスパレスか、あるのか、ちょっと字切れてますけども、こんな感じでらしいです。はい。
で、ここが天空城ということで、ピサロが天空城に行く物語ってなんかあったかな。モヤがなんじゃらかんちゃらで上から落とされたってあるけど、天空城に会うシーンっていうのが、これがまたねちょっとね見たいですよね。ということで、完全にモンスターズとしてやるというよりもアナザーストーリーとして見たいですね、これね。これがもしかしたら堀井さんがやりたかったものの一つなのかもしれませんし、さっき言いましたアリーナさんでしょこたんでしょ、間違いないし緑から光さんですね。ちょっとブライは誰だかわからないですけど、まあこんな感じで、まあこれで4枚目、あと次5枚目どこだ、5枚目がちょっとよくわかり、まあまあこれで終わりか。さあということで、高めセーブがあると正規版の購入後にですね、メインパーティーとスタンバイしているモンスターの正規版の引き継ぎ可能です。さらに体験版の特典あるのか、ぜひ本編を、体験してみてくださいね。ということで、まあとにかくですね、まあテンション上がったのが、これホイミンだよね。この子ですね、本当にね。このホイミンがライアンに出会うのか、そしてですね、僕だよホイミンと言ってくれるのか、空気じゃないんだな。空牛だったらバレバレなのか、なんで空牛言うの、まあまあいいですよ。ということで今回ですね、新たに公開された、速報ですね、ツイッターの方ですね、公式のツイッターで来ましたということで、いろんなこと分かりましたが、とにかくこのホイミンがライアンと出会うのかっていうところね、楽しみにしていきたいなと思います。ということで今回はこれでおります。よろしくチャンネル登録高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。